どうもクピー家の日常です。このバンテックのジル520納車され初めて嫁に見せます。前のキャンピングカーに比べて広くなってますのでどんな反応するのか楽しみです。これが買ったキャンピングカーでっかいな。大きいやろ。すごいな。ミゼットと比べてさらに大きく見える。そうやな。普通キャンピングカーってさ、全部白いけど、そうやな、結構色ついてるやろ。なんか独特なカラーリングやな。クーピーさんの雰囲気に合ってる感じがする。あ、ほんま、うん、似合ってる。よかった今はもうこういうカラーリングとかないから、うん、逆になんか所有感もあって、俺も結構好きかな。この色使いいいよね。ここだけ黄色っていう、かわいい。これが前やねんけど、前のさ、マッシュより大きくなったやろ。そうやんな、なんかサイドミラーもめっちゃ大きない、これ。そうやろとうとうこんなに大きいキャンピングカーに来ましたこれどんどんでっかなるんちゃうもう俺もこれ以上はでかなれへんちゃうかな。もうないか、行くとこまで来たね。なあ、バスとかもあんねんけどな、キャンピングカー。そうなると、あのもうコンビニとか止められなってくるから、そっか、これギリギリぐらい止めれんの、慣れな関係ね、運転やっぱり。そっか、やっぱり災害も想定したらな、広い方がいいやんか。そうやな、前思ったな、それはさ。実際のさ、なんか車中泊で旅するのとさ、災害で避難とかになるとなんか気持ちの持ちを全然ちゃうやんか。そうやな、楽しいだけじゃないからね。そうそう、生活の中でなるから、やっぱちょっとでもストレス軽減されるように、広い方がいいと思った、でこれを選びました。素晴らしい判断だと思います。ちょっと入りましょうか、あ、ちょっと待って。え、あ、なんとステップが今回はあります。おー、すごい。前なかったやろ。そうやな、前なかったね。これでね、乗り降り楽になると思う。へえ、でも手動やねんな。そうやねこの辺やっぱりね、あの古いから車内でもすごくいいと思う。ないよりかって感じやね。行きます。お、楽やろ。すごく上がりやすい。靴もほら2個はいけるね。あ、いけるね。ただ子供の靴が微妙やな。まあそうやね。ここにね、ちょっとスペースあるから靴移動してもいいし。へえ、ほんまや。で、あとはね、ここパカッと開いて収納できるね。床下収納、家みたい。そうやろ、no、ここも靴みたいに置いてもええなと思って。めっちゃいいやん、まあ、座ってみて。よっしゃ。なんか何、ソファーの幅、大きない、前より。よく気づいたね、そうやね、結構ゆったりやろ。そうやんな、へえ、あ、座りやすい、広なってるよね、完全に。完全に広くなってる、でここもね、端まであるやんか、こうやって。あ、これね、確かに。でドリンクホルダーもあるし。わ、ほんまや。窓も大きいやろ。そうやな、ほんまやな、いっぱい窓あるし、この色を俺結構気に入ってね、なんかレトロな感じというか、なんか可愛いわ、これ。いいじゃない。テレビでっか。テレビでっかいよ。テレビでっかいよ、びっくりしたわ。テレビがね、どうするかやねんな。ちょっと大きいからさ、クピミが近くで見ちゃうかなとかな。ここに座ってとかな。ここにしか作られへんの、テレビ。そうやな、また考えなあかんけど。そうだね。なんかもう取っちゃっても俺はいいかなと思ってんねんけど。でもこのテレビいいな、なんかめちゃくちゃカラオケみたい。そうやろこれ面白いのがね、移動中はこう固定されてんねんけどな、着いたらこんな感じで、こうできねんな。すごい。あ、じゃあこっちから座ってみて。これ結構すごない？めっちゃいいやん。へえ。ゆったりなんか映画でもあんま見らんけどな、俺は。それな。コナンとか好きやから見たいんじゃん。え、これね、コナン君の映画めっちゃ見たい。このテレビな、あの衛星放送が前のオーナーさんつけてたから、映画とか NHK とかお笑いとか、いろいろあるわ。ここフルフラットにしてみんなでさ、寝ながら見るみたいなことも。そうやな。できる。めっちゃいいやん。で俺な、これすごいいいなと思ったのが、乗り降りしにくいやろ、これ。手すりがあるから。そうやな。入るの結構狭いやんか。そう、なんか支えになるのはいいなと思ったけど、前はなかったもんね、手すりは。そうそうそう、それスポット抜けんね。え、嘘。簡単に。え、上抜いて。あ、わあ、取れた。めっちゃかったやろ。で、これを取っといたら座ってみて。あ、前はこうやって座ってたもん。めっちゃ楽やろ。めっちゃ楽。でも走行中はこれ、あの手すり欲しいやろ。おお。簡単やろ。あ、楽。走行中手すりあったら絶対さ、揺れへんやろ。これめっちゃ楽。これなんかここ前めっちゃ見えるな。前より見えるやろ。お、ロードスター。ロードスター撮った今。
このね、座席が高いねんけど、うん、前も高いねんな、カモノだから、うん、平行ぐらいのことやから、そうそう、でなおかつ今回右の窓大きいやん、大きい、確かに、で左の窓もさよく見えるやろ、うんうん、確かに確かに、うん、だからどこ走ってるか、前はモニターつけとったけど、今回もいらんのちゃうかなと思う、確かにね、うん、すごいここ座ってるだけでも開放感感じるな、うん、これでしばらく行ってみましょうか、そのうんうん、うん、楽しそう、で今回ねジル520ってセンターエントランスで、まあ、入り口が真ん中になって、うん、まあ、王道のパターンやねんな、やねんけど、うんうん、俺選んだ理由の中にこのサイドソファーってのがあってん、これ、うん、ここにも座れんねん、ここで俺らご飯とか食べてくつろいでな夜のタゲして、でこっち側で首みちゃんを寝かせてもいけねえな、すごい機能的やな、いいや、うん、めっちゃいい、で俺な、うん、これ今考えてんのが、うん、これフラットにできんねんな、あそうな、ここまでフラットにできる、そうそうそう、ここをこうして、あこれが移動すんのね、うん、でこれをすっぽりはまんねえな、うわうわー、なるほど、そうなるとここが、うん、フラとなって、うん、もう首にここで遊ばしといてもいいやん、ほんまやな、うん、こうさ寝れるしな、うん、こんな感じで朝寝た誰も朝で、俺も運転疲れたら、うん、よう仮眠するやん、うんうん、そこも そのこうって寝れんねんなこれこれめっちゃいいなと思ってあれ寝ちゃったジルジジイ寝ちゃって誰がジルジジイやでここが今回キッチンスペースやねんけど、開けてみて、あ開くのこれ、うん、あおあれコンロ、うん、ガスコンロが二口、へえ、ガスな、じゃあここ火が出るんや、そうそう、でこれいいなと思ったのがこれこうやって使うからこっち側には油飛べへんねんな、うん、あーなるほどね、うん、だからサイドだけ気をつけてって感じかな、うん、2つあんのすごいな、うん、同時調理できるんや、こっちで焼いてこっちでなんか味噌汁とかさ、うん、そうそう、すごい、ここにレンジフードって換気扇もあんねんな、ほんまや、すごいやろ、もう真上に純正でつけてあるんや、うん、もう家と変わらんやろこれやったら、うんうん、そっち上げてみて、こっちも開くんやな、あこっちは台所シンクやった、うん、そうそう、なるほど、まあまあ大きいやろ、そうやね、うん、普通に洗えそう、うん、でこれが生活用水、あれお水出るから、うんうんうん、で一番奥までやったら、わ混合泉ってお湯も出んねんな、あお湯出んの、うん、へえ、だから今回洗い物冬でもあったかく、うんうんうん、できる、でこっちがもう一回やんか、うん、これは清水タンクで、生活用水タンクと別に結構きれいな水とか入れたりとかしたら、うんうん、飲める水とかね、あ飲み水ね、うん、一人暮らしの時こんな台所やってね、確かに俺もなんか東京住んでる時ね、うん、キッチンこんな感じやったわ、うん、でもそれが車の中にあるとすごいってなるね、そうやな、なんかここ高くない、高さ台所、確かにそうや ね前より高いかもしれん、そんな気がする、うん、なんか作りたくなるやろ、ここやったら、そうそう、使わんときはここでまな板切ったりできるもんね、そう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 、まな板置いて、でここも、あ、こっちもサイドも、おおすごい、そんな広くないけど、まあ工夫したらいけるかなっていう、うん、前マッシュのときは自分でこれ作ってたもんな、そうそう、もう作らんでいい純正であるから、よかったよ、で俺考えてるのはな、うん、さらに延長したのかなと思って、ここ、これをさらに延長、うん、こうパカッとか開いてな、あ、もう畳んでやってパカパカパカって、そうそうそう、そんなんもいいなと思って。この辺はだから最初から困難があったらさらに高次元なことをできるから、うん、確かにね、うん、ようやるわほんま、うん、で上に電子レンジ、お、うん、これ使いやすいやろ、めちゃくちゃ綺麗にはまってんな、うん、前下やったからちょっと使いにくかったよな、あそうやんな、うん、もうマット広げちゃうと開けにくかったりして、うん、おーいっぱい入ってた、あ結構でっかい収納スペースや、ね、そうやろ、一旦仮でね車着するから置いてんけど、うんうん、容量多かったから、ね、かなり入るね、うん、ちゃんと仕切り板とか、そうやね、で収納すれば、うんうんうん、結構な量入ると思うわ、だってサランラップが縦で入ってるもんね、うん、すごいやん、高さもある、ね、次ねマルチルームやねんけど、うん、これもこだわって、うん、今回はラップポンじゃなくてカセットトイレついてんね、カセットトイレ、うん、でなおかつシャワーもついてるから見てみましょうか、ここです、ほあれやっぱ前よりちょっと広いよね、ちょっと広いね、うん、若干、うん、シャワーだ、そうそう、これでトイレがある、そうそうそう、一緒の部屋なんだ、できるこれシャワー、一応俺やってんけどね、やった、うん、まあ快適ではないけど工夫したらできるって感じかなへえ、でも災害時はシャワーここにあるだけでもやっぱ嬉しいよね、うん、あるかないかって全然ちゃうと思う、ね、あちゃんとシャワーカーテンもついてるし、そうそう、でこれがね、うん、ポンプここ押したら水出んね、うん、で下に面のレバーがあって、それして汚水タンクに行って外から出すねんけど、うん、
あ、そういう仕組みなの、うん、薬剤入れたらね、匂いとかはせえへんみたいな。うん、この辺もちょっと使っていってって感じかな、うんうん、でこれ狭いねんけどコーナー、うん、ぐるって回んねん。うわ、だからちょっとシャワースペースができるって感じ。あ、確かにな、うん、ちょっと広くなったかも。そうそう、でここがねシャワーのお湯出る冷媒ねんけど、うん、水と、うん、お湯を一番回すとお湯出ねんけど、うん、熱いシャワーが、うんうん、でちょっと緩めて水足すみたいな感じ。おお、なんか自分で混ぜていくわけ。そうそうそう、ちょっとむずそうやけど、慣れる前ちょっと難しいかもしれん。ほうほう、うん、これ一回今度使ってみようか。うん、俺ね一回使ってんけどね、車の中で浴びたらなんか異次元やで、ほんま。結構初体験やんな、そんなんな、うん、なんか悪いことをしてるみたいな感じだった。いけないことをしてる。へえ、うん、もうどこでもいいやんっていう。どこだって、トイレもあるし、トイレもあるし、うん、シャワーもあるし、うん、まあキャンピングカーの楽しみ方の幅を広げることができるから、うんうん、一回体験してみて、うんうん、でも家やったらもう選んでもいいし。水がだって制限があるもんね、これ。そうやねんな、だからあんまり大量には。シャワーずっと出しとく派やからさ、体上がってる時それはもうすぐなくなると思うわ。だって二人で入る時な、うん、さっき入ってもらってな、カピコ、うん、で次俺入る時もなかったら、うん、結構あの泡途中でとか嫌やで。全部使ったるわ、うん、先入って。残しといていいな。で今回リアベッド、はい、これねちょっと横幅広くて下と上やんねんけど、うんうん、一回寝てみる。寝てみる。結構広かったよ。そうやんね、うん、どう。やっぱ広いね、前よりはね、うん、天井もちょっと高いと思うし。そこ首見と二人はむずい。あー、どうでしょう。寝転がるのはできるけど、うん、首見ちゃんめっちゃ寝相ゴロゴロするから、うん、無理かな。そうやな、うん、やっぱもう一人用やね。そうやね、うん、今はね、うん、窓が3つもあってすごくいいね、うん、結構使えるかなと思ったのは、うん、このここの下が収納になってねんな、あ、そうなん、うん、わお。だから今まで結構収納がさ、バンクベッドとか、うん、調節ベッドの値段の上とかやったけど、うん、ここ取り出しやすいから、お、うん、首のおむつとかも。そうやね、うん、これはやっぱりちょっと大きいキャンピングカーになったから、うん、収納に余裕ができるかなと思う。そうやね、うん、前さ冬場とか、冬、ね、ライトキャンプ来たらもう3人でもパンパンやもんな。布団とか上着とかいろいろいるからね。なあ、そうそうそう、夏は少ないけどな、冬はな大変やったね、うん、そうそう忘れてた、このエアコンもあるから、うん、あ、ほんまや、うん、家庭用のやつ。もうこれどうなってんの、隠れて分からへんかったやろ。うん、うん、おしゃれやねん、なんか半分だけ見えてんの。そうやね、で半分はリアベッドに風が行くようになってるみたいなけど、うそ、うん、これで冷えるんかなっていうのはちょっと、俺も使ってみな分かれんなと思ってな。あ、夏やね。そうやな、どうなるか。前のキャンピングカーと違うのは走行中のリアクーラーっていうのがこれなくて、うん、もう家庭用エアコン使わなかみたいね。そうなの、うん、じゃあ夏はこれを使うわけね。そうそう、後ろ乗る場合はね、冷えるのか電気持つのか。なるほどね、うん、電気使うわけやもんね。そうそう、マッシュはねリアクーラーあったから結構快適やってんな、走行中は。そう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 、寝る場所やねんけど、俺がリアベッドに寝ようかと思ってて、今思ってんのかな、うんうんうん、ここにフルフラットになるから、うん、首身と首二人寝てもらうか。そう、それが前と同じ寝方やね、うん、で今回バンクベッドが広いから、うん、ここでもいいかなと思うねんけど、うん、一回寝てみる。寝てみる、うん、まずこれ引きます。おお、出た。結構伸びるやろ。ほんまやな、うん、でここにはしごをかけます、うん、出ました、はしご、うん、でクッションを敷き詰めたら完成、うん、結構広いやろ。めちゃくちゃ広いの、うんうん、ちょっと寝てみる。寝る、うん、怖い怖い怖い。高いやろ。あ、高い。さ、お、めっちゃいいやん。広い広い広い。クピミートいけるやろ。そうやね、うん、まあいけるやろうけど、ちょっと落ちそう、うん、あ、ね、それね、ネットあんね。今そう思ったの、これ、うん、ここになんとネットが、うん、ほう、こんなに簡単にも、あ、そういう感じでつけるの、ね、ロックできて、はあはあ、落ちへんなってんね。これすごない、やったらクピミちゃんと寝られるかも、うん、まあ、うんうん、いけると思うで。どうする、朝起きてクピミちゃん雨にかかってたら取れたみたいな。そう、お魚みたいになってたら。でこれね、照明手元で、あ、まあ、ね、気温もあって、あ、いいじゃない。一緒。これね、今横やねんけど、うん、俺は横で寝な、ちょっとあれやねんけど、うん、あ、そうなん、うん、クピコとかやったらもう縦でもいけると思う。もう縦横いけますこれ、うん、進行方向でもいけ、どうしてもいけると思う。高さとかどう。あ、そうだね、やっぱこっちまで行くとすごい近いよね、うん、でも人によったら圧迫感あるかもしらんけど、うん、そんなに気にならん自分は、うん、こっち側とは問題ないけどね。そうだね、うん、クピミちゃん、
怖いかどうかな。ここにアンパンマンのなんかシールとかでも貼ったら楽しいんちゃう。あ、いいな。うん、もう今日ここで寝ようかな。やかましいな。もう多分これ首身、うん、ずっとバンクベッド上がったりで降りたりして遊ぶと思うわ。そうやん。で今回あの、うん、真ん中もね、うん、椅子パタンって起きて座れるから、あ、ここ、うん、親子3人で乗って旅してもいいなと思った。わあ、すごい嬉しいな、うん、それ結構夢っていうか、うん、ね。チャイルドシートだけ真ん中2点式のやつちょっと探さなきゃいけないね。あのこっち側はエアバッグあるからチャイルドシートあんまり良くないと思うわ、うんうん、そういうの楽しみやね。そっか、3人並んで行けるんや、うん、めっちゃ嬉しい。なんやねんこれ。え、これ、なんこれ、そう、うん、これつけてなんやと思う。なんやこれ、なんか置くんか、2個ある意味はあるんか。うん、まあそうやな。あ、わかった、うん、スーパーの袋とかをさかけとく。ブー。正解はね、うん、GoPro 置きでした。わかるわけないやろ。ここのな画角がちょうど欲しい画角やってんな。へー。で置く場所なかったからな。あ、2個やから安定よくしてんの。そうそう、なんかこれからメインチャンネルの方でこの画角が結構登場すると思うから。なるほど。ほんならこの、うん、今度からジル520で家族車中行きますから。新章の始まりやな。うん、これで富山県もいろいろ回って、で全国行こうか。やっぱ中広いからさ、うん、長期旅もしんどくないと思うから、すごい使い勝手良さそうと思った、うん、早く使ってみたい、うん、実際に出張車中泊、6月にさ関西キャンピングカーフェスティバルっていう、うんうんうん、毎年呼んでくれてるキャンピングカーショーを呼ばれたから、そうやな、うん、これで夫婦で行きましょうか。また分配してや。うん。で神戸でちょっと泊まって、そうやな、うん、南京町行きましょうか。もう決まってんの。またサブちゃんも今年も更新しながら、ね、うん、緩い感じで行きましょうか、うん、このジルでも旅しながら、うん、これから楽しんで、うん、ジルジジ、誰がジルジジやん。